い、こんばんは。スタジオリバーサイドの五石大将竹下達です。本日ですね、東京茶の水でございますクロスアガキ G クラブ東京にて愛用の不次元性ストラトキャスターを調整していただきました。では音の方を聞いてください。エリック・クラプトンさんね、ワンダフルツナイトですね。調整されたね、ストラトキャスターはこんなにも美しい響きになるわけでございます。こちらにテロップが出ます。ギターをお買い求めの際はね、ぜひ、東京茶の水でございます G クラブ東京にてお求めくださいませ。新品だとね、1年間の、保証、そして非常に優秀なスタッフがね、あなたのギター選びのお手伝いをさせていただきます。はい、どこで楽器屋さんで買うのも、ご自由なんですが、まずその、レスポールを買うんであればね、黒沢楽器さんが一番詳しいです。はい。なんといってもギブソンの総代理店であるので、一番ギブソンに関してはね、詳しいわけです。そしてエピフォン、これもね、ギブソンの、姉妹ブランドなので、当然のことなら詳しいです。そしてストラトキャスターなんですが、私はこれは、黒沢明さんに用意していただいたものであって、日本製の不次元のものなんですね。ストラトキャスターを買うんだったら、あまりですね、あまりフェンダーのものが今あまり良くないですね。これ時期によって変わるんですけど、今ストラトキャスターを買うなら不次元が圧倒的にいいですね。レスポールを買うんだったら、日本製の東海か、ギブソン、エピフォン、どれかを選ばれるべきだと思います。ぜひね、G クラブ東京でお求めいただければ、非常に優秀なスタッフがね、本当に親切丁寧に、もう涙が出るぐらい、ギター選びをね、手伝ってくれます。ぜひギターをお買い求めの際は、クロスアガキ G クラブ東京にとお求めくださいませ。それではギター室の竹下発表いたしました。See you next time です。